こんにちは。技術開発で飛行機の性能はどんどん良くなってきています。飛行機が高速で飛行することによって遠い場所でも気軽に旅行することが可能になってきました。ところで高速飛行といっても4段階のレベル分けされていることをご存知ですか？今回は飛行機の高速飛行についてです。高速飛行を学ぶ上で大事なのがマッハです。別名音速です。マッハ1とは音速のことです。この音速を超えるか超えないかでいろいろな影響をもたらします。音速は温度と気圧によって変化しますので一概に何キロメートルだとは言いませんが、海面の高さで摂氏15度の時の音速は約661ノットまたは時速1224km です。高度が上がり4万フィートくらいだと気温が摂氏マイナス55度ほどになりますので、この条件での音速は下がってしまい約574ノットまたは時速1063km です。高速飛行といっても4つに分類されます。それぞれサブソニック、トランスソニック、スーパーソニック、ハイパーソニックです。マッハ 0.7 ではサブソニックと呼ばれ小型の飛行機がこの分類に入ります。トランスソニックはマッハ 0.75 から1.20 までです。一般的な旅客機はマッハ 0.7 から 0.9 ほどでクルーズ飛行していますのでこの領域に入ります。限られた戦闘機などが音速を超えての飛行が可能です。飛行機は主翼の上を通過する気流が加速してその結果圧力が低下し生まれる力で飛行しています。速度や気流がマッハ1を超えるかどうかはとても大事です。翼のデザインによって変わってきますが、アングルバタックをきつく取ると翼の上面を通過する気流が速度の2倍にまで加速する翼があります。飛行機はトランスソニックで飛行していても翼の上面を通過する気流がスーパーソニックの領域に達してしまうこともあるのです。そのような状況を示したのがこの図です。マッハ 0.5 では何ら問題ありません。この翼のデザインはマッハ 0.72 は翼の上面を流れる気流がトランスソニックでいられる限界です。それを超えてしまうと気流がスーパーソニックに達してしまいショックウェーブと呼ばれるものを発生してしまいます。日本語では衝撃波とも呼ばれます。その影響は気流が翼から剥離してしまったりドラッグが増したり衝撃を起こしたり安定性が悪くなったり操縦が効きづらくなるという副作用をもたらします。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。